イム・ヒョンシクは、キューブ・エンターテインメント所属の韓国の男性歌手、作詞、作曲家。アイドルグループビートビーのサブボーカルであり、またビートビーのメンバー内で結成されたビートビー、ブルーのメンバー。1992年3月7日に、大韓民国ソウル特別市に生まれる。父親は、ホークシンガーのイム・ジフン。中国へ2年間の留学経験がある。高校時代は、 エクソのディオラと共に学内で音楽活動を行い、大学では同じくビートビーのメンバーであるチャンソプと共に実用音楽を学んだ。大学の入学試験では3 0 0 0の倍率を突破した。2011年3月6日、その後共にビートビーとしてデビューするウングワン、イルフン、ソンジェと共に2011キューブスターズパーティーに出演。二千十二年三月十一日、 キューブエンターテインメントからアイドルグループ B ビ B のサブボーカルとしてデビュー。2019年10月14日ミニアルバムランデブーを発売しソロデビュー。2019年11月2日から3日にかけてソロコンサートランデブーをブルースクエアイマーケットホールで開催。その後フィリピンのマニラで自身初のソロファンミーティングディアーメロディーを開催。 2020年1月31日、ライブアルバム、ランデブー、ライブアルバムを発売。2020年5月11日、陸軍に現役入隊し、基礎軍事訓練終了後は、首都軍団軍学隊で含む。2021年11月14日に、転役予定。韓国音楽著作権協会登録番号、1万5800号。ありがとうございます。